ありがとうございます。今日はマウンテンリドーム、昨日柳投手が素晴らしいピッチングをした後のマウンド、どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。そうですね、まあ、あんないいピッチングされたんで、まあまあプレッシャーかかってましたけど、まあ、なんとか、いい感じの形で終われてよかったなと思います。胸元を突くストレート、そして鋭く落ちるチェンジアップ、すごく手応えがあったんじゃないでしょうか。そうですね、前回の課題でもあったゾーンで勝負するというのができたかなと思います。もう木下さんのおかげです。ありがとうございます。いやもう本当にやってくれると思って、ベンチでも一発お願いしますって言って本当に言ってきてくれたんで、僕逆にびっくりしました。はい、嬉しいホームランでしたね。そして小笠原投手、2018年5勝が今までキャリアハイだったんですが、まだシーズン半ばです。自己最多6勝目を飾りました。とにかくチームが勝つように、自分ができるピッチングを、一日一日やっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では今日の小笠原投手を終わりました。そして決勝ホームラン、木下拓哉選手です。ありがとうございます。さあ、ではまず小笠原投手とのコンビ、立ち上がりどんな気持ちだったんでしょうか。まあそうですね、借金が状況ですけど、まあ、なんとかジャイアンツビジターで勝ち越し帰ってきたんで、本当にこの2カード本当に大事だと思うんで、しんのすけがなんとか頭取れればいいなと思って、はい、試合に入りました。昨日は山口投手、そして強肩でチームを助けました。そして今日はバットで見事に勝利を呼び込みました。あの打席はどんな気持ちでバッターボックス入ったんでしょうか。まあ、新之助に一発お願いしますとベンチで言われたんですけど、だいぶ簡単に追い込まれたんで、まあ、無理だなと思って、はい、いましたけど、まあ、なんとか先頭だったんで塁に出ようと思ってましたけど、はい、甘い球を一発で仕留めれて、はい、よかったと思います。一発の追い込まれたんだ。6月のホームランがなかったんですよね。手応えどうでしたか。そうですね、新之助も6勝が最多っていうことなんですけど、僕も今日の7本目が最多なんで、ちょっとキャリアハイで10月に今から投じてました。そうです、ありがとうございました。では本当に皆さんは3倍ぐらいのホームランを打ってほしいなと思ってるんじゃないでしょうか。3倍ぐらいのホームラン、20本ぐらいのホームラン打ってほしいんじゃないでしょうか。皆さんは、まあはい、ホームランもそうですけど、やっぱりチームもこういう状況なんで、はい、なんとか勝ちに貢献できればいいと思って、はい、これからもやっていきます。はい、ありがとうございます。小笠原さん、これで9月終わるとしばらくオリンピックウィークに入ってしまうんですが、今後に向けて抱負をもう一度お願いします。はい、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。